利用取り娘は、南宋の高宋の皇后、ジー皇后と送りなされた。総州党員権の人、リミッチと妻の長子の娘。流行2年4月、京王、長圧氏に嫁ぎ、栄国夫人に封税られた。剣道4年10月、長広武を生んだ。剣道7年3月、京王が皇太子に作立されたことに伴い、皇太子妃となった。 厚志博十16年、高宗が即位すると、皇后に作立された。高宗の即位後、大鳥娘は、長広夢の立大使を願ったが、大上皇、高宗の反対に直面した。これに不満を抱いた、大鳥娘は、広夢は長男であり、本妻である私の実施です。なぜダメなのですかと抗議した。そして、大上皇が配立を企んでいると高宗に、残言した。 高層は、皇后のことに惑わされて、父と賢悪な関係になった。大鳥娘はまた極めて嫉妬深く、救助の虐殺を行い、高層の調愛を受けていた皇貴妃をも殺害した。正期5年6月、高層が報ずると、国葬が行われた。しかし高層は、物主催を拒否したため、軍神らの憤りを引き起こした。老霊の布と皇太后ご子は長男 ガンカブトなどと協力して、水連調整し、構想の範囲を宣布しながら、ネイタカシを擁立させた。大鳥娘は、年人大乗皇后の号を送られ、ことぶきただ殿に移った。軽減六年六月四日、宝魚。林安府の南山にある周吉寺に葬られた。黒い宝王と呼ばれるほどの凶暴な美女であった。構想が、次女の美しい手を褒めれば、 利用取り娘はその手を切り取って盆に盛り、構想に捧げた。後期費を殺害した時には、構想が会員と共に太病へ林居して、採取中にもかかわらず、すぐさま知らせた。これに強いショックを受けた構想は採取を中止し、利用取り娘は構想に直接敬意を話してくれたという。構想は、構想の用紙、構想の記載の大乗皇后写紙は、即質上がりの掲載。 また構想は、構想の三男であった。創始巻37、ネイムネタダ軽減6年8月希望上、ケンジー・コーゴウリン・ワン・フナムさんの周期知事。ありがとうございます。